ヘッススと、ヘススフェルナンデス・コラードは、スペイン・マドリード出身のプロサッカー選手。リーガー・アイシェプシ大阪所属。ポジションはゴールキーパー。ビジャレアル CF やヘタフェ CF などのユースに所属した、後、2007年に CD、ヌマンシアに加入。2年間テルセーラ・ディビシオンの B チームで経験を積み、2009から10シーズンには、トップチームに昇格した。2010年には、 レアル・マドリード・カス・ティー・ジャ移籍。イエジー・ドゥデクの引退試合となった2011年5月21日の UD ・アルメリア戦で試合終了前にドゥデクに代わって出場しトップチームデビューした。2012から13シーズンにトップチームに昇格した。2014年8月4日、ケイロル・ナバスと入れ替わる形でレバンテ・ユ d ディに移籍した。 2016年1月22日、グラナダ CF へ移籍。7月21日、カディス CF と2年契約を結んだ2018年8月17日、ルーマニアの CFR クルジュと契約を結んだ。レアルマドリードカスティージャレアルマドリード CFR クルジュ。ありがとうございます。